ことのぎ坂46の松村さゆりが、17日放送の読売テレビ日本テレビ系、ダウンタウン DX、毎週木曜夜10時に出演。のぎ坂46卒業後のコンプレックスを明かした。松村さゆり、のぎ坂46卒業後のコンプレックス。この日松村は、コンプレックスがあると切り出し、肩書きが欲しくて、私、何でもない人間やなと思ってと話し、やっぱ、元乃木坂46、って言っていただけてたけど、もう3年経ってしまったので、ずっとはやっぱり使えないじゃないですかと、グループ卒業後の肩書きがないことに焦りを感じていると明かした。握った両手を左右の頬に交互に当てつつ、なんか、女優さんでもないし、モデルさんでもないし、アイドルでもないし、と首をかしげる松村に、スタジオからは、すごい芸に迷いがあるよねと突っ込みが。さらに、なんか今日、えらいブレてるよね、迷いがあるなと次々と心配する声が上がると、松村は両手で頬を覆い、困ったように笑っていた。松村さゆりの深層心理が判明。また、自身が見た夢から自分の殻を破りたいのに、他人からの評価を気にしすぎたり、大きなコンプレックスが邪魔をしていると感じていると夢診断された松村。本来は、ほんまは友達も少なくて、家で一人でおるようなタイプだと言い、乃木坂46に所属していたことから、周りの人からはキラキラして見られることが多いと話した。明るくキラキラしたイメージで見られること自体は好きだが、その反面、意外と暗いんですねって言われるのが苦手だと口に。周囲から暗いと言われるかと尋ねられると、指を頬に添えながら、裏とかに折ると、なんかちょっとだけ。と首をかしげ、笑いを誘っていた。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.